誰だ。貴様ら、義軍だな。頑張ります。本体にこのことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。語れ。先ほどとは違う軍勢のようだ。うまくいったよ。またもや敵とみなされてしまった。おそらく今のは先見だ。じきに本体が来るはず。ならば敵の大使。に直接話を聞くとしましょう。私たち敵じゃありません。これで効果がうまくいったよ。なんでこんなことに。彼ら何話は通じないようです。もっと上の者と会わなければと。全力じゃあ、なんとかしてみせる。あ、全力。私が行こう。出現した力、陣地を超えている。されど今は先に進むことが肝要。電子がのみ。この武器どうした新入り。どうやら他の使い方もできそうです。すごいです。もうその武器を使いこなしているんですね。者ども突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。電子なるのに。素晴らしい武勇、見とれてしまいます。全身雑誌の知略が破れようとは。我が知略に挑もうとは無謀だな。全身なるのみ。戻って策の練り直しだ。我が前に立つと愚かな。電子なのみ。相手が悪すぎたから我が手に光を逃れんだ。前面前方に義軍が現れたとのこと。義軍は予想よりも早いな。さすがは義の戦闘、侮れませんね。我
私たちもすぐに出陣の準備。先兵だよ。おがれん思ったより少ない。油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。練習があるのみ。お見事です。俺も続きます。魏軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。そうですが、魏のかく乱部隊にしてはどうも様子が変です。遠心あるのみ。義勇か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々と異常句だ。戦っていると互角か。それ以上観察している場合ではないな。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。かなり前進あるのみ。兵八これにあり。敵ながら見事ですね。ですが、義にあんな将はいたでしょうか。それがしにはまだなすべきことがある。ここは卑怯。私が行こう。まあ派手に暴れて困ったわね。でもこれ以上はさせないわ。なんて凛とした美人。じゃなくてすみません、押しております。私が行こう。まあ強いのに。これ以上の無茶はしないわ。彼らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとだ。前進あるのみ。素晴らしい武勇、見とれてしまいます。リクソン、もうよい。その者ら確かに魏軍には見えぬ。話を聞こう。私は孫忠。
し、成功したな。竜玄徳、真の三国無双を名乗らせてもらう。